たとえ世界がそれを罪だと言っても、そろそろずらかるぞ。そうだな、誰かに見つかりでもしたらコートだ。人を裁く全能の神も悪をくじく勇者もいない世界。むごい、なんてひどいことを。制裁の祈りは、それでも秩序という光が人々の安寧を照らし続けていく。おい、ビジョンオウムが。まずい、誰かに見られた。しょ、彼らを許すな。罪人には裁きを。悪はこの世界にはいらない。そうだ、罪人は消えろ。その声が正義を呼び、トガを捕らえる。なぜなら、そう、消えろ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 、消えてしまえ。罪を世界が見ている。執行者だ。やめろ、やめてくれ。すごいや、これがビジョンオーブの力。ミゼラ、今の見た？悪人を裁くこのビジョンオーブがあれば、僕らは安心して暮らしていける。そうだね。でも私はカナタがそばにいてくれるだけで安心だよ。え？おい見ろ、コーディさんだ。コーディさんが旅から帰ってきたぞ。父さん、父さん、お帰りなさい。おいおい、なんだかやけに騒々しいじゃないか。でもどうやら私の出迎えじゃなさそうだ。少年は信じていた。君たちは世界の守護者だ。各々が悪を見極め、ビジョンオーブに祈ることでこの世界の平和は保たれている。そう、悪は必ず報いを受ける。罪が民衆の意志によって裁かれるこの世界の仕組みを。共に正義をなそう、悪を裁こう。その行いが世界を浄化する。そして周囲の尊敬を集め、孤児たちの面倒を見る立派な父親を。だが少年は知らなかった。そうだミゼラ、今回の旅で素晴らしい人に出会ってね。真実がどこにあるのかを。お前にはちゃんと話してなかったがね、ここの子供たちは商品なんだ。子供というのはとても有用なんだぞ。わざわざ拾い集めて育てるだけの価値がある。特にあの子みたいなのは俗物の慰み者としていい値がつく。そんなの嘘だ。そうか、あの子はお前のお気に入りだったな。よし、じゃあ父さんが分け前をもらえるよう買い手に交渉してやろう。もうやめて。その商品に死なれたらあなただって困るはず。やれやれ。さあ、その薄汚い髪飾りも外せ。いや、せっかくの商品が台無しになる。
少年は知らなかった。その美しい花に秘められた本当の思いを。私がいなくなってもみんなのこと守ってくれる？もちろんだよ。そのためにこうやって剣も習ってるんだから。それに俺、孤児院や村の人たちだけじゃなくて、いつか世界中のみんなを幸せにしてあげたいんだ。このビジョンオーブみたいに。カナタならきっとできる。そうだミゼラ、ちょっと横向いてて。こう？よし、できた。こんなもの。ミゼラも幸せになってね。ありがとう。カナタ、ダメ！から来たやつか。俺は何も知らなかった。大切な人たちの痛みや苦しみ、そして真実も。正義を信じていたのに、この手で罪を犯してしまった。そんな罪人、みんなが望む通り消えた方がいいんだ。この世界のためにも。お前ムカつくな。自分の意志を捨てて命すら人任せってか。それなら殺してやるよ。俺が、俺の意志で。お前もそうやって受け入れるのか、自分の罪を。
だがその罪を背負ってでも信じたいもんがあるなら選べ。罪に飲まれるか、罪を食らうか。これは正しくなんかない。間違いだらけの罪人だ。だけど大切な人をミゼラを守れるのなら俺は何度だって間違う。ずっと暗闇の中を歩いてきた。だから私に光をくれたあの人の、彼方の尊さを守れるのならどんな罪を背負ったって構わない。俺は、私は、お前面白えじゃん。俺やお前らみたいな罪人たちでこの薄気味悪いほど綺麗な世界を塗り替える。どうだ、面白そうだろ。たとえ世界がそれを罪だと言っても